さあ時間です。初顔合わせ、なりました。右肩越しの上手、北青鵬。さあこうなると厄介です。豊昇龍はどう攻めるか。左の下手十分だった。投げを打ちました、出し投げ。豊昇龍の勝ち。豊昇龍勝ちました。北青鵬を攻略しました。勝ち越しを決めています。左から出し投げですか。そうですね、まあ、北青鵬に上手を取られましたからね、ちょっと危ないなと思いましたけどね、はい、さすが、まあ、豊昇龍ですね。その後のこの、まあ、最後は出し投げになりましたけど、はい、この振りほどくのがうまいですね。北青鵬に力を出させないように攻めていきましたね。それではリプレイで振り返りましょう。立ち合い左を押つけて右のど輪でいきましたね。相手を起こしました、ここで北青鵬が上手を取った瞬間、館内から拍手が上がりましたね、はい、どうなると攻めにくそうな感じがしますか。一度左の下で切りましたね、ここで脇の下に頭を入れましたよね、はい、これが良かったと思いますね。まあ、豊昇龍としてもですね、先ほども大栄翔と同じように大関を目指すということであればやっぱり2桁欲しいですからね。そうですね、決まりと送り出しを取りました。豊昇龍の勝ちです。コメント欄見ると攻略成功、簡単に攻略、豊昇冴えてる、わーい、相撲うまいな、なるほどこういう戦い方もあるのか、豊昇龍完封って感じだったと書いてる方もいらっしゃいます。